千葉見てみましょう。千葉の方はゴールキーパーの串野選手負傷、そしてディフェンスラインが茶野選手も負傷ということですね。岡本選手がゴールキーパーはスタメンということで、スタメン21試合ぶりということになっています。サイドは和田選手がスタメン、スタメンが8試合ぶり、そして福本選手のスタメン、出場停止明けということになっています。前節岡山に4対0ということで、前節のメンバーは変えずということですね。はい、はい、それではハイライトをご覧ください。昇格ラインを挟んで勝ち点3、2の両チーム、勝てば昇格ゾーンへ、4位アビスパ福岡対負ければ4位へ転落、3位ジェフユナイテッド千葉の一戦。大きなものをかけての一戦はビッグプレーで幕を開けます。千葉青木亮太のこのシュート、17節甲府戦以来8戦ぶりとなる青木のゴールは豪快なミドル。昇格ゾーンに踏みとどまりたい千葉が8分先制します。早い時間にリードを奪い、落ち着いて試合を運ぶ千葉、12分にはロングスローのこぼれ球を太田圭介が狙います。一方、千葉の圧力になかなかいい形が作れない福岡も、25分前線に飛び出したボランチの末吉、完全に千葉ディフェンスを攻略しますが、シュートはわずかにゴール右へ外れます。同点ゴールこそなりませんでしたが、このプレーが福岡に落ち着きをもたらします。28分長里のスルーパスからジョーゴ、前節2ゴールのジョーゴでしたが、ここはポストに嫌われます。両チームが激しく攻め合うハイテンションな展開、今度は千葉佐藤優斗が35分そして37分と続けざまにシュートを狙いますが、いずれもゴールマウスを捉えません。そして38分には福岡、長里が巧みにディフェンダーを外してのシュート、しかしここも黄色い壁に阻まれます。エンドが変わった後半は立ち上がりから福岡が猛反撃、46分には工藤清和、そして49分には末吉と積極的に千葉ゴールを襲います。これをしのいだ千葉も57分矢沢のシュート、そして61分にはネットの頭でのパスにまたもや矢沢、こぼれ球を途中出場倉田が詰めますが、ここはキーパー神山に軍配。降り出した雨にややゲームのリズムが落ちる時間が続きますが、81分途中出場田中裕介、福岡がホームの意地を見せ同点に追いつきます。雷鳴とどろくレベル5スタジアムが歓喜に包まれたのは88分でした。ジョーゴのシュート、チームを3位へ押し上げる貴重な逆転ゴールを奪います。粘り強くそしてアグレッシブに攻め続けた福岡が直接対決を劇的な展開で制し、昇格ゾーンの3位浮上です。まあ、今日勝っても次の試合勝たないと何の意味もなくなるんで、また次の試合に準備したいなと思います。キックオフした時と試合後の今、ジョーゴ選手がインタビュー受けた時のその天気の違い、違いすぎですよ、もうすごい雨になりましたけど、でもなんかその福岡のその劇的な勝利といいますか、それをなんか演出するような、この千葉の青木選手のシュートはすごかったですね。なんか本当にこれから首位攻防というか3位の、ね、攻防戦が始まるぞって勢いづけるような、そしてこれ田中裕介選手のこのシュート、そして最後はジョーゴ選手ですね。本当に今ちょっとピカピカで光らないんですね。ジョーゴ選手落ち着いて決めてましたね。ここその雨の中雷にパワーもらったみたいな、パワーが出るのか出ないのかちょっと僕分からないですけど、いやでも福岡もすごい盛り上がりというか、選手もね、これが試合が終わった瞬間ですかね、いやね、人によってはまだ早い早いっていう人もいるかもしれないですけど、僕いいと思います。だって本当に嬉しかったと思いますし、多分お客さんもかなり入ってて、そういうムードになったと思うんですよね。いやこのもう篠田監督もびしょびしょですけど、普通スーツとか濡れたらもともとやっぱすごく気になるんですけど、もう、はい、嬉しい濡れ方ですね、はい、あれはいやー、そうですなゲームでした。